番の問題は、この2分の x プラス3分の y イコール1に平行でマイナス2の2を通る直線の式を求める問題。平行というのは一次関数でいうと傾きが等しいということで、それを利用します。つまり、この式 y イコールに変えると、まず3分の y イコールマイナス2分の x プラス1で、両辺に3をかけて y はマイナス2分の 3x プラス3、そこで傾きがマイナス2分の3と分かります。ではこの接点の方が違うということで、これを B と置きます。新しい直線ですね。それ式を y イコールマイナス2分の 3x プラス B と置けると。そこでこのマイナス2の2を通るので代入します。そうすると y が2だから、2イコールマイナス2分の3かける、x がマイナス2、プラス b、 つまり2イコール、プラスで3プラス b、 そこから b は2-3だからマイナス1、つまり式は y イコールマイナス2分の 3x マイナス1とこうなります。で、まあ脱足ですが、他の別の方法、これは切片形という形で x 切片が2、 y 切片が3という式で、でここは1だけども、これに平行な直線はここが変わってくるということで、これをなんか別の文字に置きましょう。例えば c と置くと、2分の x プラス3分の y イコール c と置くと、でこの点を代入します。そうすると2分のマイナス2プラス3分の2イコール c、 計算するとこれが6分のマイナス6プラス4が cC イコール6分のマイナス2、マイナス6分の2、つまり、マイナス3分の1というわけで、2分の x プラス3分の y はマイナス3分の1、こんなふうな式にもなります。計算するとこうなると思います。同じ式になります。